ガラティアの一ガラティア、またはガラティアとはアナトリア中央部を指す古代の地方名及び王国名。現在では新約聖書のガラティアの信徒への手紙で知られるアンキュラを首都とし、北はビティニアとパフラゴニア、東はポントゥス、南はリュカオニアとカッパドキア、西はフルギアに接する。フリギア東部ともにヨーロッパから侵入したカリア人に支配され、 ガラティアの名もガリア人にちなむ。彼らは紀元前3世紀に支配者になった。このガリア人たちは当時トラキア・マケドニア・ギリシアに侵入した人々の一部である。このグループは紀元前279年トラキアに移住し、彼らはさらに紀元前278年から翌年にかけ、アナトリアに現れた。これはビテニアの大い争いに引き入れられたものであるが、 その後も彼らは、有望な戦士として尊重され、ペルガモン王国など、アナトリア諸国をめぐる戦いに王兵あるいは、同盟軍として、しばしば参加する。彼らは、約1万人の戦士、およびその家族などからなり、三部族に分かれていた。マケドニアギリシアに侵入したグループは、まもなく撃退されたが、アナトリア中央部に移住した、ガリア人は、元のフリギアの東部に定住し王国を立て、 ここがガラティアと呼ばれることになった。紀元前2世紀初めには、セレウコス朝のアンティオコス3世に同盟するが、シリア戦争でローマに敗れた。これ以降軍事力が低下し、しばしばポントゥスに屈服するが、ポントゥス王ミトリダテス6世の時代に反抗し、ローマを支援して解放される。紀元前64年に、 ローマの同盟国となり、旧王国は解体されて三人の部族長が支配した。しかし間もなくその中の一人レイオタヌスが支配者となり、ローマからも王として認められた。その三大目の王アミンタスは、フルギアなどに領土を拡張したが、彼の死により王国は、ローマに依存されて、ガラティア属州となった。これには、本来のガラティアのほか、元のフルギアの一部も含まれる。 ガラティア人はローマに対して非常に従順でガリア・ローマ両文化が融合した文化が栄えた。パウロは一世紀半ばにガラティアの地にキリスト教伝道を行った。第二次伝道で彼らはゼウス・ヘルメースというギリシアの神の化身として称えられたという。彼によるガラティアの神徒への手紙の宛先は本来のガラティアでなく元フルギアだった南部地方とする説もある。 ガラティア語はヒエロニムスの時代にも話されており、彼はアンキュラとトリアで同じケルト語が使われていると書いている。ガラティア人がその後どうなったかはよくわからないが、ギリシア語、後にはトルコ語を話す人々に同化したと思われる。ありがとうございます。